動画編集のスピードを上げるのに欠かせない設定って人それぞれあると思うんですけど、俺にとってね、大事な設定の一つがカスタムビンの設定なんですよ。で、これがね、ちょっと前にプレミアをアップデートしたんですけど、アップデートのタイミングでね、もう全部消えちゃったんですよ。もうこれがあるからね、プレミアのアップデートって正直怖いんですけどね。まあでもね、もうしょうがないんで、今からそのカスタムビンの設定をもう一回やり直すんで、 まだプレミアに慣れてない人、よかったらこの動画参考にしてくださいプレミアにはもうめっちゃいろんなエフェクトがあるじゃないですかでもその中でも普段自分が動画編集でよく使うエフェクトっていうのはもうある程度限られてくると思うんですよねじゃあこのよく使うエフェクトっていうのはもうよく使う引き出しみたいなところにまとめてた方が絶対便利なんですよ それがこのカスタム瓶ってやつですね。これがもうね、もう消えちゃったんで、今からちょっとめんどくさいけど、再設定し直しましょう。もちろんこれはね、俺がよく使うエフェクトを今からまとめるんで、これはね、あの自分それぞれ自分が使うエフェクトをそのカスタム瓶の中にね、入れてもらえればいいと思います。ちょっとやっていきましょうね。プレミアプロのエフェクトの ワーークスペースペですねこの中の上にね、タブの中にエフェクトっていうのがあるので、そこを選んでください。で、ここじゃあね、ちょっと画面が小さいんで、この部分をもう少し大きくしたいと思います。プレミアでね、こういうふうにね、パネルが今選ばれてる時には、青い枠で囲まれてるんですけど、この部分だけをもうちょっと大きくしたいんですよね。その時には、キーボードの並々のマークがあると思うんですけど、 これ、並々のマークって何て言うんですかね知ってる人いたらコメントで教えてくださいね。並々のキーボードです。これを押してあげると、この青い選択されてるこのパネルだけを大きく画面いっぱいにね、して見ることができます。めっちゃ便利でしょう。そして、ここの下の空いてるところでね、右クリックをしてあげます。そして、新規カスタムビンっていうのが出てくるんで、これですね。これをクリックします。そして今から、 よく使うエフェクトっていうのをまとめていきたいと思います。ビデオエフェクトの中から、例えばよく使うのは、俺はキーイングの中で、このアルトラキー。アルトラキーっていうのは、バックグラウンドがこう、グリーンバックとか使ってる時にその部分をね、抜くためのエフェクトですね。で、これをどうするかっていうと、そのままこれを選んで、ドラッグドロップでさっきのね、カスタムビン作ったところに持っていって離します。 これだけ。するとね、ここの中にはもう入ってますよね。これと同じようにね、他のやつもどんどん足していきましょう。あとはこのディストーションの中のコーナーピンも俺使うんだな。このコーナーピンをドラッグドロップ。そしてこのトランスフォーム。これも結構使うんですよね。これもドラッグドロップ。そしてあとはトランスフォームの中からクロップ。 これはかなり使うね。そして垂直反転、水平反転。これもね、結構使うんで、俺の場合はね、入れておきます。あとはカラーシャープの中のね、ブラー、ガウスブラー。これ英語だったらゴーシャンブローって言うんですけど、ガウスブラーって言うんですね、日本語じゃね。これをドラッグドロップ。とりあえず今はこれぐらいかな。あとは、 ビデオトランジション。ここの中からディソルブで結構俺使うのはこのフィルムディソルブを使うんでこれをドラッグドロップで入れておきましょう。そしたらね、このカスタムビンの中にね、これだけ普段よく使うエフェクトがもう入りました。で、ただこれはね、映像だけのエフェクトなので今度はね、音声の方のエフェクトもやっていきたいと思います。もう一度、この下の空いてるところで右クリック。 してあげて、新規カスタムビームもう一個作ります。そしたら今度はオーディオエフェクトの中から、この D ーサーですね。それからシングルバンドコンプレッサー。ダイナミック。あとはこのパラメトリックイコライザー。これも入れときましょう。そしてクロマノイズ除去。 リバーブを除去。右チャンネルを左チャンネルに振る。左チャンネルを右チャンネルに振る。そしてオーディオトランジションからですね。クロスフェードの中のコンスタントパワー。それからコンスタントゲイン。これぐらいかな。 普段の編集の中でね、よく使うのは。そしたらあとは、これだけじゃちょっとね、こう見た目が分かりにくいんで、このカスタムビンの名前を付けたいと思います。この名前のところでダブルクリックしてもらえれば反転するので、ここで名前を入れていきます。音の場合はね、もう俺、オーディオって入れます。そしてもう一個のカスタムビンが、これは動画に、映像に関するものなので、俺はね、ビデオって入れます。 これもね、自分が分かりやすい名前何でもいいんですよ。これで OK ですね。これでいざ編集っていう時には、もうここのね、カスタム瓶の中からすぐ呼び出せるんで、でもうこれあんま使わないなって思ったら、もうそこから削除することもできるし、新しくね、使い始めたエフェクトとかがあったら、もうドラッグドロップでね、そこに入れておけば、後からね、また次の編集の時に使うのも、呼び出すのもすごい簡単なんで、ぜひやってみてください。 このカスタム瓶の設定の仕方知らなかった、参考になったなと思う人はね、ぜひよかったら高評価をしてください。そしたらね、YouTube のアルゴリズムがね、このまだカスタム瓶を知らないっていう人のもとに、この動画をプッシュしてくれますんで、よろしくお願いします。じゃあ、次の動画で会いましょうね。じゃあね、ピースアウト。一番使ってるエフェクトってなんすか俺はね、一番使ってるのは、多分ね、 まあ、カラーコレクティング、カラーグレーディングをやるんで、まあ、ルミテリーカラー、まあ、エフェクト値はエフェクトの一つですよね。それかな。まあ、あとは、音の編集もやってるんで、音に関するものかな。まあ、ノイズ除去だったり、それから、イコライザーだったり。どんなエフェクトを一番使ってるか、よかったらコメントで教えてください。じゃあ、また次の動画で会いましょうね。Peace out.